XB はトヨタ自動車が生産しサイオンブランドで販売されていたトールワゴン型普通乗用車である。第一世代の XB は日本市場ではサブコンパクトカーのトヨタ BB として販売された。BB に北米向けの異なる就職がなされたバッジエンジニアリング車である。XB と BB が関連しているのはこの台のみである。しかし細部で異なる点も多く、 BB のフロントベンチシートではなく、セパレートタイプに、ミッションはコラムから、フロアシフトに、パーキングブレーキも足踏み式から、サイドブレーキに変更された。BB には、スペアタイヤが装備されていないが、XB は、コンパクトなスペアタイヤが、リアハッチの左下に格納されている。エンジン BB と同様の1.3リットル自家4、DOHC の 2NZ、FE エンジン、 または1.5リットル自家 4DOHC の 1NZFE エンジンが搭載されている。日本ではコラムシフトの AT のみの設定だったが、北米ではフロアシフト人気から AT だけでなく MT も用意されている。当初はバンパーデザインやリアナンバーの位置が BB と異なっていたが、BB のマイナーチェンジで共通化された。2007年のシカゴ自動車ショーで公開。 製造は関東自動車工業岩手工場。新しい XB は初代より丸くて大型となる。そのスタイルは2006年のニューヨーク自動車ショーで出品した T2 バイトコンセプトの5ドア版といえるものであった。初代 XB より幅が 71mm 広く、全長は 300mm 長く、ホイールベースが 100mm 長い。二代目 XB は トンカーボンやトヨタカムリに搭載される2.4リットル自家 4DOHC の 2AG FE エンジンを与えられ、およそ50%パワーアップしている。燃費は、市街地22メートル PGUS ハイウェイ28メートル PGUS で、従来モデルの1.5リットルエンジンの市街地26メートル PGUS ハイウェイ31メートル PGUS より、 高燃費となる。データは2008年の米環境保護庁の新燃費基準での測定値。二代目 XB は初代 XB より600ポンド以上重い。初代 XB は日本名が初代 BB であったのに対し、二代目 XB は北米市場向きに専用設計され、日本名はトヨタカローラルミオン、合衆名はトヨタルークスとなった。 カードライバー氏は2008年の価格帯2万5000ドル以下の安全な乗用車のベスト 12XB を選んでいる。2008年モデルからは3つのヘッドユニットが用意される。すべて6スピーカーを搭載し iPod の接続にも対応している。ベーシックタイプのオーディオユニットは CD、MP3、WMA 及び AC の音楽データが 再生可能でサイオンに SSP イコライザーを装備する。ベーシックタイプのオーディオユニットはサイオンに設定され車両の速度や周囲の騒音が増加するにつれて自動的にボリュームを上げるオートマチックサウンドレベライザー機能を有する。プレミアムタイプのオーディオユニットはベーシックタイプに小型の LCD が加わりパイオニアのウェブサイトから画像と映像をダウンロードして表示できる。 ナビゲーションシステムの SNS100 は基本となる GPS 機能に加え DVD ムービーの再生が可能。バックライトカラーの選択も可能。2012年モデルは2008年モデルとエクステリアデザインがかなり異なり個性を強調している。2016年販売終了。2009年超常技者は初代 XBE のコピー版であるクールベアをリリースした。 ありがとうございます。